どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、このようにただいまですね、まあ、10時ちょうどなんですけれども、10時にですね、クラッシュオブクランの公式さんがクラン対戦に参加したいか参加したくないか表明できるようになりました。さらにリーダーが誰を参加させるか決めることができるようになりましたということでアップデート情報が来ております。こちらはですね、非常にいいアップデートですね。クラン戦今日休みますと、なんか今日会社休みます的な感じのねあれですけれども、はい、こんな感じで表明、そしてリーダーが誰を参加させるか決めることになる。まあ、これはそのやっぱ参加、例えばアーチャークイーンが着工中であったり、呪文工場今できてないから、参加しませんとかいう風にできるのみならず、リーダーが誰を参加させるか決めるようになったということで、例えばですよ、マッチングを調整できたりするかも、できるかもしれないということですよね。例えばもう同じトロフィー数ぐらいで、そしてあとタウンホール10の数を調整したり、タウンホール9の数を調整したりして、まあ、知り合いのクランと当たる確率あるのかなって、まあ、ないと思いますけれども、まあ、その可能性もワンチャンありますね。はい。まあ、そしてあとはまあ普通にその呪文工場とかアーチャークイーンとかの関係で休めると、これ非常にいいアップデートだと思いますね、本当に。マジか。いや、これはいいですね。ということでですね、本当に明日とか明後日とかもう本当超近頃ですね、このアップデートが来ると思いますので、ぜひともですね、皆さんもうクラッシュオブクラン楽しんでいきましょう。もう私もですね、もうめっちゃ楽しみです。まああと昨日はね、まあ皆さんご存知だと思いますけれども、クランバッジを自分なりに、そのクランをのクランバッジをですね、クランのエンブレムを自分でカスタマイズできるという、まあちょっと娯楽要素というか、追加されましたけれども、こちらはですね、もう娯楽要素をもう通り越して、もうクラン対戦クラクラにね、もう大きく顔息をするね、影響するアップデートなので、ぜひともこれからのクラッシュオブクラン楽しみですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。